津市出身でパリオリンピックの日本代表候補に決定している体操女子の岡村真奈選手が3日市長を表敬訪問し、パリに向けた意気込みを語りました。拍手の中姿を見せた体操女子パリオリンピック日本代表候補の岡村真奈選手。岡村選手はパリオリンピックの代表選考を兼ねた5月の NHK 杯の合計得点で個人総合の3位となり、初めてのオリンピック代表候補となりました。まず岡村選手から市長へオリンピックに向けての意気込みを次のように話しました。オリンピックの代表に決まって率直にすごい嬉しい、ずっと目標にしていた大会なので楽しんでいきたいと思っています。目標としては団体でメダルというところを目標に頑張ります。前橋市長はお祝いの言葉とともにオリンピックでの活躍を期待していますと激励しました。通信の皆さんにとっても期待をしておられると思うので、本当素晴らしい演技を、見せていただいて、そして、日本体操ここにありみたいな、そういう姿を示していってほしいなというふうに思います。おめでとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。岡村選手は小学校や中学校時代にも市長のもとを訪れていて、当時を振り返りながら体操の楽しさや得意とする平均台の魅力を話しました。小学校とか中学校からやってた技がどんどんこう熟練というか熟練してきて、もっと新しい技ができた時の楽しさっていうのが、なるほど、平均台は。最後に前橋市長から将来の目標について尋ねられると、岡村選手はメダルを取ることや選手としての成長について答えていました。個人総合でメダルを取るっていうのが一番の目標なので、アメリカの強い選手とかに対抗できるような技と綺麗さを磨いていきたいです。これまで支えてくださった皆様や市民の皆様にたくさん応援してもらって、自分の最高の演技ができるように頑張ります。岡村選手は7月上旬には出発する予定で、現地で大会に向けての調整に入るということです。